熊谷組は1898年に福井県で創業しました。以来120年にわたり、当社は明治から大正にかけての日本の近代化、戦火で荒廃した国土の復興、高度経済成長へと社会の発展に尽力してまいりました。海外では香港、台湾、ベトナム、スリランカ、 ミャンマーにもオフィスがあります。合計で3000人以上の従業員が私たちの会社で働いています。高める、作る、そして支える、私たちが作るのは単なる建物や構,構造物だけでなく、そこに集う人々と共に作り上げていくコミュニティです。以前はオートデスク製品を使用していましたが、 ライセンス本数の増加に伴う費用の増大が大きな課題となっていました。そこで、社内で互換キャド製品の調査を開始し、各製品と比較検証した結果、互換性の高さ、管理のしやすさ、コスト面から2015年にアレスの導入を決定しました。2015年の導入以降、順調にライセンス数も増え続けています。 2019年には180本すべてアレススタンダードをアレスコマンダーにバージョンアップしました。アレスコマンダーへのバージョンアップはこれから増大するクラウド環境下での稼働を見据えてのことです。アレス導入後はオートキャドとほぼ同じなので比較的スムーズに移行できる SFX 図面の入出力にも対応できる。 不具合に対応するサポートも迅速で良いと現場から評価を得ています。アレスコマンダーを全社へ普及させるために、ウェブを利用した新機能の紹介、オンラインセミナーや解説資料の充実などを行っています。新入社員には、オートキャドの代わりにアレスを教えるようになりましたが、オートキャドの操作を習得するのに、 かかる時間と、アレスの操作を習得するのにかかる時間は、全く同じという印象です。当社では、トップダウンの式のもと、新記事中の80%を VIM で行っており、2021年度は100%の目標を立てています。VIM ソフトに対応するため、 既存の PC を最新の高性能 PC に変更しました。また、現場でのモバイル活用を積極的に促進するために、全員にモバイルデバイスを配布しています。アレスコマンダーは、天群もサポートしており、VIM との連携も強化すると聞いています。これらの機能をいかに現場で活用できるかは、 非常に興味があり、期待するところであります。この時代背景において、企業が気にするのは、やはり費用対効果です。より低いコストで、より高い機能が求められます。アレスはまさにそれをクリアする製品だと推薦できます。アレスは、ただ安価であるだけでなく、モバイルやクラウドにとどまらず、リムとの連携など、CAD の新しい分野にも積極的に取り組んでおり、 次世代を開拓していける製品と期待しています。